皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日はビールの紹介です。といってもまあ、タイトルに書いてあるんでそのままなんですけど、一応箱をお見せしたいと思いまして、はい、ちゃんと24本ありますよっていうことです。はい。はい。限定醸造でございます。限定醸造とはタイトルに書いてない。 ストリン、スプリングバレーの、あ、アフターダーク黒って書いてるんですけどね。見えないかなちょっと、何々運ニさんのシールでちょっと、なかなかうまくいかなかったですね。はい。まあいいや。ちょっとこちらにずらしましょう。限定醸造でございます。そしてこの中に一本だけ冷やしたビールがございます。こちらを今から味見しようと思います。 アフターダーク。黒ですからね。黒ビール。ああ、黒い、黒い。もうすぐ分かります。黒いです。ああ、ちょっと黒の匂いしますね。そんなにスタートじゃないんですっごい狂ってわけじゃないですけど、ちょっと黒の匂いがします。では、行ってみます。 スタウトの中では僕は一番好きなのはギネスなんですよ。けど黒ビールだったらもしかしたらこれになるかもしれないですね。そうですね。今まで飲んだ黒ビールの中で一番うまいです。はい。 アフターダークと言ってるだけあって後味が後味がいいですね甘すぎず渋すぎずはいすごいですねはいこれちょっとちょっとなんかなんですかねこれ何が欲しくなっちゃうかなああの クラッカーとか欲しくなっちゃいますねはいクラッカーあのブリティッシュクラッカーあの薄いやつはいあのクラッカーとかがいいかなと思いましたね今うん 一日の疲れがぶっ飛びますね、これは。<laughs> こんな座り方しちゃって、もにともそう。<laughs> いやー、美味しいですね、これは。はい。ちょっと喉越しも、胸を張ってねもの、喉越しもちょっとチェックします。あー、美味しい。喉越しもばっちりありますね。こりゃいい。 こりゃいい。こりゃいいです。はい。これやばいっすね。はい。これやばいっす。はい。これやばい。はあ、いいもの買った。そういう感じのするビルです。いいものを買った。やったっていう感じですね。はい。 そうですね。嬉しいですね。これを飲めて嬉しいです、僕は。はい。いやー、こんな香水があるなら、つけてみたいような香りですよ。はい。まあ、男性用になっちゃいますけどね、多分ね、その場合はね。はい。なんか、なんか男らしい甘い香りがするね、みたいな。はい。いいっすよ。吐く息も、多分いい匂いすると思いますよ。<laughs> ビールなのに、はい、ビールなのにあっ、吐息がちょっと甘いみたいな <laughs>。いやー、素晴らしい。うん、限定醸造か。僕、いつも飲んだことのないビールを飲むんでもう多分、この24巻飲んだらもう。 二度と飲まないかもしれないですね多分これと似たようなビールを1年後に出すとしたら味変えてくると思うんで多分本当に一度しか飲めない味だと思うんですよはいそうですね24本味わえますはいああいいビールを手に入れてよかった本当はいそうですね 美味しいですはいああんか飲み終わってしまうああもったいないあけど24巻あるんですよ24巻あるある <laughs> けどあともう残り少ないなーと思ってああってそんな感じですねいやーいや僕プレミアムビールしか買わないんで大抵なんていうかこうこれダメだなみたいなのないんですよ ないんですけどこれは本当にすごいですよあの黒ビールの中で本当に一番ですよ人生の中ではいだから恵比寿ブラックに勝ってるってことですよこれは今ゲップ出しましたはいまた,またゲップ出ましたはいということではい スプリングバレー、アフターダーク、黒、おすすめでございます。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。